いありがとうございます。マジさ、何年ぶりぐらいにやったよね。めっちゃ可愛いと、可愛いありがとうございます。マジいつぶりレベルでした。ね、ね、涼しないよね、なってって思って。ハートありがとうございます。みよ推定エナの。でもね、割としてない気がする。ハートありがとうございます。マジでね、多分4月とか一番最後にしたのってぐらい貴重です。皆さん、まあ全然何を持って今日ついてるしたとか全く何もないんですけど、まあ気分気分の気分が過ぎてる。メイドの格好してショールームしたのが確か1ヶ月記念だから、多分そっからしてないんだな。その日から。ハートありがとうございます。なんでやろうな、ツインテールってあんま漏れないね。あ、そうじゃん、髪触れ明日7時からショールーム見てください。危ない、見てください、お願いします。みんなツインテールすると褒めてくれんねんな、ありがとう。なんか結び目見えてる、かわいい、ありがとうございます。まあ、内容は何も言えないんですけど、あ、そうです、カミフラのサイトにエナの写真載ってるんでよかったら見てください見てない方はぜひ見ていただいて、まあとにかく見ていただいたらわかるんですよ。ただそんだけ明日まで待つだけ、簡単なことよ。お知らせがあります。やばいやばい、目に入った内容は言えないよ。だってめっちゃうまくね、本当だよね、今内容言ったらびっくりだもん。明日まで待ってね、みんな。てか超くだらんこと言っていい？こっちとこっちの長さ全然違うんだけど、何事？あ、こいつが混ざってるからか。でも違うよね、それでも違うね。バラとハートありがとうございます。形的な問題も、かわいい、ありがとうございます。昇格は来たんですよ、いつかに。
でマジ触覚じわじわよな、自分でもじわじわ。え、なんかね、あ、もう説明すると長くなっちゃうんだけど、なんか触覚いらない説、それはきつくね、それはきついな。丸顔がバレちまう、てかバレてんだけどね。いや、切り間違えたんじゃなくて、今前髪をすくすためにこうやってなんかさ外側に持ってってるんですよ。その髪の毛がなんかこっちだけ伸びてて、よくわかんないんだけど、だから口だけ多分めちゃめちゃ長くなってるんです。口だけ伸ばすのが早かったんです。多分ね、な顔痩せはねこれ以上しないんだよね。骨がちょうどここにあるから。何これ、お疲れありがとうございます。お疲れ様。なんかダジャレみたいになったんだけど、なんかすごい嫌だ。なんかこう、もう崩れてるのがいいよね。でも櫛が見当たらないんで直しません。とうとうありがとうございます。てか昨日言いたかったことなんだけどさ、普通になんかね、そう、えなあ、その公演やったじゃん土曜日に。その時の終演後の時に足の裏の皮が親指の下のなんていうの、あの丸のところ、土踏まずじゃなくてさ、土踏まずとさ親指の下のさ、あ、じゃあ親指の下のところってなんていうの、前ハートと祭りとありがとうございます。わかる、言いたいこと。なんか丸い部分あるじゃないですか、デコってなってる、あ、デコじゃない、ボコってなってる、母子球っていうの、母子球っていうらしい。そこがあの皮がなくなりましたよな皮がなくなりました。あの、どっち足かな、右足かな、あ、左足じゃないってことは右足なんですけど、あそこのね皮が汗で全部剥がれちゃって、でもなくて、え、そう、靴下脱いなんですよ。約束やと、あ、約束や終わって靴着替える時に靴下脱いでたんですよ。そしたら一緒に皮剥がれて剥きちゃったんですよ、汗で。なんかね、エナは汗でその皮がめちゃめちゃめくれるんですけど、なんかねもう神経痛なのかわかんないんだけど全く痛くなくて、なんかね毎回なるんですよ、割と公園やってると汗でなんか蒸れて剥ける人なんですよ。だからエナは永遠に剥いちゃうんですよ、それを。マジ悪い癖。お疲れ、2つありがとうございます。え、なんかね慣れたのかわかんないけど痛くないんですよね。充電器が壊れちゃった。え、全然お風呂とか染みなくて、なんか最強なのかもしれない。足それなの、足は脱皮してるんですよ。え、そうなのかな、皮分厚いのかな。脱皮しちゃうのかな。いや、いると思うのと同じタイプの足の人。
や皮膚の再生の人マジでかわいそうやな。なしなんかその母子宮だっけみたいなところの皮は公演したら毎回めくれるし、あと小指の方もめくれるし、あとね、そう割と汗でめくれちゃうタイプの皮なんですよ。皮弱いのかな。細胞休む暇ないね。本当にそれな、かわいそう。あとそう、この中指と人差し指もあれですね、すぐめくれちゃう。あのね、なんだっけこうやつ、あ、ベースとギターとかやっちゃったね。まだ治ってないんだよね、皮再生されてないっていう、かわいそう。多分ね、あのね、親指にね体重全部乗っかる人なんですよ。内股だっけ、内股だから、なんていうの、内側に全部体重乗っちゃうからなんだよな多分。そういうわけじゃないのかな。こんばんは。ちょっと待って、めっちゃ顔死んでたよ、びっくり。マジ面白い、自分外反母趾疑いありだから。あとね、扁平足だよ、目やばいね。取れた、それな、超絶真顔やったよ自分。足すぐくじくよ。てかね、足が良くないね基本的に。わしはまあ歩き方がおかしい、まず根本的に。ひまわりありがとうございます。なんかさ、えだな、なんていうの、怪我はしてないんですけど、しない、怪我まではしないんだけど、なんかね足がね基本的に良くないね。私基本的に良くない、まあいいんだけど全然。じゃあマジ、あの膝も弱い、多分ボギボギになるんですよすぐ。あとね膝もねやばいし、あ、そう股関節もねすぐねボキってなる。関節弱しって感じ。え、マジ階段ねすごいの、マジ階段ね登ってる時ねポキポキになっちゃうよたまに。まあでも基本的に大丈夫なんですけど。前の足のやつは基本的には治ってるんですよ。基本的にとか言って、まあ今のところ異常なんもないんでね大丈夫でしょ。マジで充電器壊れた。いいね、ありがとうございます。まあその代わり足まっすぐに成長したからよかったけど。かわいいとお疲れありがとうございます。
やば、こんな一瞬で壊れることある。なんとかなんないんだけど、なんとかなるよ、エナだから。え、マジで壊れちゃったじゃん。ビン。まあいいや。気合で直そう、マジ。気合で直んないんだけど、多分ね。見てほしい。ついにエナの愛用100均の壊れました。充電線が。そういうのさっぱりしてるよね、やっぱ。お疲れありがとうございます。え、さすがクラッシュやって言うけど、ね、半年使ってるからね、これ。半年以上使ってるから、マジだから持った方よ。ハートありがとうございます。エナは怪我したことないねん。ないってわけじゃないんだけど、でしょ。ほら、すごくない？エナ半年持ったの。どういうこと？疲れてない、疲れてないっすよ。右目の二重がくっきり。どっち？こっち？右目ってみんなから見たこっち？エナの右はこっちなんだけど、合ってんのかな。ハートありがとうございます。すごいでしょ。エナでもこっちの今 iPad 充電してる方は1年ぐらい使ってると思う。ほくろがある方ってどっちの？ほくろどこにある？あ、こっちだ。んそう、こっち下チラってなってる。綺麗今日。わかんないや。花束ありがとうございます。あ、こっちはアマゾンのちゃんとしたやつなんですか。あ、左目はあのいつも綺麗なんです。ちなみのことを言うと、こっちだけなんか綺麗に成長したんですよ、二人だからね。こっちが残念な感じになっちゃいまして。ハートありがとうございます。奥舞台中の奥舞台、やっぱ戻ったよね、二人。まあいいんだけど、全然。まあなんか非対称の方がいいって言うじゃん、急にポジティブになり始める人。そういうの、メイク今日めっちゃ綺麗なのって飲んじました。確かに花粉は3ヶ月で終わったね。ありがとうございます。女子力向上してるからかな。構造だって。向上、女子力向上中。今日写真撮ったんですよ、全身のって言うほどじゃないんだけど、なんか微妙な写真しかなくて、なんかもう微妙なポーズでいいなら全然さ、乗っけるんですけど、見たいですか？本当に服は着てますね。この服着てるんですけど、なんか本当に、あ、全然本当に面白いって感じ。ポーズが全部一緒なの、3枚今日。じゃあ送ります。あ、全然ついんじゃないですか。髪の毛下ろしてるね。お昼に撮ったですよ。
こんばんは。ここだけの話、この前の動画でズッキュンされちゃいました。素晴らしいじゃないの。カモンカモン、プチョヘンザハー。懐かしい。バラとハートありがとうございます。あ、自分で撮りました。自分でっていうかポスト、お家のポストに助けられながら撮りました。お家のさ、ポストの上に携帯置いて、なんか微妙な角度で写真撮ったんですけど、もう三脚ぶっ壊れてどっかやった。あ、あ、いた。え、ポストって言わないの？ああいう、なんていうの？郵便入れのこと。あれ、なんていうの？郵便入れ、ポストじゃないのかな。あら、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。あ、郵便受けっていうの？そういうの、ね、初めて知ったよね。ポストだと思ってた。なんかポストポスト言い続けるとさ、ポストって何ってなるときない？ポストは赤いやつ、あの年賀状出すやつですか？あれはポスト。ポストがポトスに見えちゃう。もう目がダメだ。自分じゃあ郵便受け、郵便受けをのお家に、あ、じゃあ間違えた。郵便受けにスマホを置いて撮った。ほら、ポストスとポストって書いてあってもね、ポストに読む。なんかもう頭おかしくなってきた。ポトフね、食べたことないな。え、あんのかな、あれ、キャベツとかソーセージとか入ってるやつ、ポトスと。言えなくなった。ポトフ、なんか自分さ、舌回しがさ悪くなったよね最近ね。伝えたいこと伝われなくなっちゃった。あ、それ、それなら友達にもらったことある。あの赤いやつやんな、トマトみたいなやつだよね。ね、滑舌めっちゃ悪くなったよね。なんでやろな。なんか前の方が良かった気がする。舌がさ引っかかんねんな、上のところに。え、そう、 MC マジで上手になったよね。自画自賛しちゃう。なんかちゃんと喋れるようになったと思って。成長ポイント1。舌長いよね。長くないよ舌。はあ、どちらかというと短くない？なんか MC 見てほしいんですけど、なんかちゃんと話せるようにならなきゃと思って MC 頑張って。舌短いと滑舌が悪いの？じゃあな、滑舌悪いんだね。さて、最大限これだよ。いな、マジ短い。昨日のアフタートーク楽しかった？よかったよかった。多分ね、ショールームで話してたからだよね。多分ねっていうか絶対なんですけど、嘘、滑舌って言ってる？滑舌確かに聞こえるね。
やだ、スクショされたんですか今の。恥ずかしいわ、わしの舌がバレちまう。ツインかわいいって、よかったよかった、みんなが褒めてもらって。え、なんでな、最近めちゃめちゃマシのって言ったら、ま、なんかみんなに笑われるんだけど、マリテのマシって言うよ自分のこと。ズッキュンされた時はどうしたらいいんですかだって。皆さん、ズッキュンされた時はどうしたらいいんですかだって。ズッキュンされた時はもうこれはね、入るしかない。沼りの沼り沼に入るしかない。ほら、素直に打ち抜かれるものですよこれは。模範解答がいっぱいある、ここに。みんな優しい。誰かが、え、なんでかわかんないけどさ、ちゃんと沼にはまったみたいなスタンプ持ってんだよねなんか沼ってスタンプ持ってる。劇場で生で打たれたいね。生で打つので皆さん待っててください。めちゃめちゃ瞬きした沼に片足踏み入れたんですか。それは両足を踏み入れるべきだと思う。なんかバーみたいなやつ一時期流行ってたよね。流行ってないか、ごめん一瞬で折れる。これは沼にはまったなみたいなやつあったよね。ないか、なんかもう自分だけさ、自分違うの、違う世界生きてるかな。ということで皆さん、お時間になりましたよ。今日はね、目指すツインテールがもうやばい、滑舌ができなくなった、できなくなったとか。今日は珍しくツインテールをしたので、皆さん見れた皆さんはラッキーということで、今回はじゃなくて、明日は7時から神船のやつ、ぜひ見ていただいてください。間違えた、見てください見ていただいてくださいじゃない、見てください。ということで今日もありがとうございました。バイバイ、明日の7時に会いましょう。